こんにちは、速稼塾の久保です。今回は宇宙戦艦ヤマトの3199で、いやー死んでほしくないな、2階級特進はないんじゃないのみたいなね、ことを個人的にちょっと語っていこうかと思います。宇宙戦艦ヤマトのリメイク版、かなりいいアニメーションと声優陣、そしてストーリー脚本に支えられてるんですけども、やっぱり旧作を思い出さずにいられないですよね。その中でも旧作で惜しくもお亡くなりになった、殉職された宇宙戦士の皆さんがいらっしゃるんですけども、いや確かにね、死ぬのは一つの当時の風潮だったと思うんですよ。愛のために死ぬ、自己犠牲をして地球を救う。いやでもね、生きててくれればもっと大事なことを伝えられたんじゃないかなっていう宇宙戦士が何人かいらっしゃるんで、ちょっと今回はその方についてね、お話ししていくのと、同時に今度のリメイク版ではなんとかね、命だけお助けをくださいという願いを込めての放送になります。まず1人目、グスタフ中将です。グスタフ中将はシャルバート編宇宙戦艦ヤマトパート3で、後半の方でですね、デスラー総統の到着を待って、その間にボラ連邦がヤマトに攻撃を仕掛けたら全力で守るというね、命を受けて、その直前まで宇宙戦艦ヤマトに戦いを挑むという構図にはなっていたんですけども、惜しくもね、宇宙戦艦ヤマトと戦うことなく、グスタフ中将は総員体当たりをしてボラ連邦と差し違えるということになりました。ちょっと余計なこと言えばね、その後グスタフ中将がせっかく命をかけてヤマトを守ったのに、その後でですね、5倍の兵力が襲ってきて万事休すみたいになるところがあるんですけども、それはまた本編をお楽しみください。今回グスタフ中将にはなんとかね、これほどまでに武人として、その道を全うせんとした、そういうね方には脚光を浴びてほしいなと思いますんで、グスタフ中将なんとかね、今度はご助命をお願いしたいなと思っております。プラスですね、このグスタフ中将の家系には銀河英雄伝説の中にケンプ中将っていうのが出てくるんですよ。ケンプ、このケンプ中将の名前がなんとグスタフ・ケンプ中将なんですよね。ですんでこの方もね、なんかちょっとスピンオフなのかなって気がしますけども、いかがでしょうか。次なんですけども、ヤマトの3リメイク版シャルバート編では、最終回でね、準主役級の大切な2人の若い宇宙戦士が選出されます。その1人がアゲハ財閥の御曹司、アゲハタダシですね。アゲハタケシだったかな、ちょっとアゲハですね。アゲハはその航空機体の中でもエースでですね、腕がいいわけですよ。で、飛行機乗りを目指して安定した跡取り、アゲハ財閥の軍産複合体のアゲハ財閥の跡取りとしての生命を全うするんじゃなくて、宇宙戦士訓練学校として、宇宙戦士としてヤマトに乗り込むことを希望されるんですよね。もちろんお父さんは反対しますよね。でもお母さんは自分の命をかけてもう好きにさせてあげてっていうわけですよ。でもお母さんの気持ちとしては、命の危険にさらされるようなね、こう航空隊に、宇宙航空隊に入るよりもやっぱりお父さんの会社継いだ方がいいよっていうふうに思うのが本当の母心じゃないかなと思うんですけども、この辺の描写をもうちょっと丁寧にした方がいいんじゃないかなと思うんですよ。それもね、お母さんがね、戦場に子供が行くことを勧めるなんてのは、これも第二次大戦下の赤髪召集令状の時代にちょっとオーバーラップするんですよね、はい。ちなみに今画面で出てる、目をつむっている右側の青年がアゲハタケシですか。そして向こうの方に映ってるのがお父さん、ちょっとお父さんちょっとお貶めされてますね、結構ね、年の差婚だったんですかね。アゲハ財閥の大社長ということになります。じゃあ次行きましょうか。やっぱりドモンですね。ドモン龍介は新旧両方今出してますけども、やっぱりこう古代色が強いんですよね、このドモン。なんかヘアスタイルや顔つきもどことなく似てるんですけども、古代のなんかね、コピー品が出てきたなみたいに私は最初感じたんですけども、旧作の時に。でもやっぱりね、熱い男で、古代進むも、もう沖田艦長に食ってかかるようなとこがありましたけども、やっぱり土門龍介もね、古代艦長に、もう、一騎打ちを挑むっていうかね、怠慢を張る、太陽を背にした甲板でぶん殴り合ってる姿が印象的で、なんとも当時ね、私も少年時代、
小中学生の頃ね、あのシーンは熱くなったなと思うんですよね。で、殴り合った後に、お前強いな、どもみたいな感じで、いや先輩もみたいな感じで殴り合って和解するみたいなところもなかなか面白かったですよね。それからもう二人は強い友情と信頼に結ばれて切磋琢磨してね、土門は船底からまさに這い上がって大砲打ちの道、険しい大砲打ちの道を目指すという、その夢半ばで亡くなっていくわけなんですけども、リメイク版で出てきた土門っていうのは最初からね、一定の憎しみなり不満をヤマトに抱いてたのかなと思いますし、それこそ甲板で殴り合いみたいなね、そんな生優しいもんじゃなくて、ヤマトをダマくらかしてワープさせてね、イスター社の方に向かわせるみたいな、すごいことするわけですよ。反逆者としてのね、すごいですよね。はい、まあドモンのことについてはパート3でね、シャルバート編で最後、ハイパーコスモジェンホーですか、あれを開くためにわざわざ甲板に出て行ってね、危ないところで、亡くなっていくわけなんですけども、まああの戦闘が終わってからね、太陽の制御してもよかったんじゃないかなって当時の私も思ってましたけども、そうですよね、あんな交戦中のところでね、危ないところでやることもないし、あとはボラ連邦の戦闘艇がね、たった一機でなんかね、ヤマトに向かってくるっていうのは変ですよね。やっぱりボラ連邦対ガメランガミアスでちゃんと統制取れた戦いしてるのに、戦闘機がね、戦闘中域を離れて一機だけヤマトの近くに行くってのは明らかに変ですよね。でそこにアゲハが助けに行くみたいなことがありますよね。アゲハはダダダダンと撃つんだけども、ドモンがやられるまで全然当たらなかったみたいなね、ところがありますけども、あれもね、あのヤマトの対空砲が良かったんじゃないかなと思うんですけども、ヤマトからはね、パルスレーザー一つ撃たれないわけですよ。また波動防壁ってのがあるわけじゃないですか、今度は。だからドモンが死ぬことはもうほとんどないんじゃないかなと思いますけども、いかがですかね。あの感動させるためにいちいち人をバッタバッタ殺してたんじゃ、これはね、やってられないですからね。それはもう昭和の時代のヤマトに終わらせておいていただければと思います。はい、じゃあ次ですね、土門龍介の先輩である平田はじめさんです。平田さんは、艦内にガルマンガメルスの兵隊が入ってきた時に白衛戦になってね、へそに力を込めて撃てっていう風に土門に言うんですけども、その直後土門が敵を倒した後、平田さんの方を向くと平田さんはすでに事切れていたみたいな、そんなシーンで、なんともね、お別れの一言も言えないところと、あとその前のシーンで、古代がね、深夜の特訓をしているところで一杯のレモンティーを入れてあげるところとかね、なんか古代に対する友情を感じさせてすごくいいなと思いました。でも平田さんの死もちょっとあまりにも唐突であったのと同時に、あとね、平田さん今回リメイク版では最初から出てきてるじゃないですか。だからこのままなんとかね、いい土門の理解者として、なんとかね、命をつなぎ止めてあげてほしいなと。白衛戦で死ぬのは弾じゃないですよ。特に今回ガルマンガメラスが宇宙戦艦ヤマトの艦内に来て白衛戦をするってシーンは作りにくいと思うんで、まあ平田さんのね、銃撃シーンはいらないんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ以上のように4名の方について、3名かな、4名か、4名の答えについて語ってきたんですけども、ちょっとプラスアルファでですね、この人をもう2205では間に合わなかったけども、この人をなんとか出してくれという私からの要望です。それがこの方です。はい、新米ですね、真田さんの弟分、出来の悪い新米、どんな時でも身だしなみ、おばあちゃんの遺言だといった直後に白色彗星帝国の被弾を受けてね、死んでしまうというね、いや荒米みたいなね、新米みたいなね、こんなキャラクターにはやっぱり出てもらわないといけんすよ。で今回のリメイク版にも出るんじゃないか、出るんじゃないかなと私期待してたんですけども、ちょっとね、全然影も形も出なくって、やっぱ真田さんにも後輩が必要でしょ、やっぱりね。何も古代ばっかりに後輩あげなくてもいいわけですよ。真田さんの方がね、ちょっとね、軍人としてのキャリアも長いですし、副長から艦長になれなかった、あ、艦長か、今今度はね、でもなんとかね、新米をなんとかね、出してほしいなと思いますけどもね。まさにね、新米につきましては彼のおばあちゃんも出てほしいなと思うぐらい私は新米ファンなんですよ。まあ新米についてあんまり語ることがないんですけども、とにかくもっともっと前面に出てほしいなと思う希望でございました。はい、じゃあ皆さんはね、どんな殉職者に思いを馳せているでしょうか。今回お亡くなりになった宇宙戦艦ヤマトのクルーについて、ちょっとね、殺すことはねえじゃねえかよみたいな気持ちでお話ししてみました。じゃあ今回以上です。